ハローエブリワン。今回のお客様は女性で、目的地は女長東です。今はお昼前なのに雨が降って暗い雰囲気ですが、タクシーにとっては稼ぎ時なので、実はウキウキしています。女長東は広島駅北口からほどなく、江戸時代から続く小さな町です。道幅が狭く、東西南北も分かりにくいので走りにくいんですよね。それからそこはロックンロールスターユニコーンのボーカル奥田民生さんの出身地です。お客様の目的地に到着後、西国街道を通り、奥田民生さんの母校である広島市立女長小学校と広島市立双葉中学校を見学して広島駅へ帰ります。どんなところでしょうか。ファンの方は楽しみですよね。このチャンネルではレアな広島の情報を紹介しています。再生リストに各ジャンルをまとめていますので、そちらもご覧ください。今後もどんどん更新していきますので、まだの方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは行きましょう。レッツラゴー。女長東は町内を西国街道が通っています。西国街道とは江戸時代に整備された近世山陽道です。それより前の平安時代では、この辺りはまだ海だったようです。そこから数百年間埋め立てを続けて、今の広島の町ができています。すごいですよね。山陽道は約1500年前に九州の太宰府から京都を結ぶ東西の幹線運動として整備されました。中国や朝鮮半島からの外交使節の入境路で、当時のルートを古代山陽道と呼び、後に中世山陽道から近世山陽道へと変遷していきました。それでは見てみましょう。どうぞ。この辺りに奥田民生さんのご実家があったそうです。かなり接近しているはずなので、もしかしたらもうカメラに映ってるかもしれません。昨今進展が目覚ましい広島駅周辺の再開発とは対照的に、30年前あるいは50年前と比較しても、この町の雰囲気はほとんど変わっていないんじゃないかと思います。
この道が西国街道です。道幅は2間半、約 4.5 メートルと決められていましたが、ここはそれよりも少し広くなっています。この辺りの道幅は2間半ですね。車がすれ違うのがギリギリの道幅です。ここで西国街道から外れます。この道をまっすぐ進むと、大千穂峠を経て、へさか、ぬくしな方面へ続きます。ここから左に折れて、右が広島市立尾長小学校です。左が広島市立双葉中学校です。小学校も中学校も近いところに通っていたんですね。当時からミュージシャンの夢はあったんでしょうか。矢沢永吉さんや RC サクセションの世代ですね。右側が尾長山のふもと、つまり今走っているこの道は平安時代は海岸線だったそうです。今、光町の中を走っています。現在、広島再開発の真っただ中で、人が増えて明るく綺麗な町になってきていると感じます。
今回はこれでおしまいです。動画が良かったと思われた方はチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではまたね。